ほら、見える？こっちゃ今日気持ちいい天気やわ。あー、いいね。海が静かやわ。東京はもう梅雨って感じよ。あんね、みつみちゃん。ん？うち、好きな人ができて。大丈夫？ほ、本当に？海が濃い、なんか寂しいような。でもそっか、もう私たちそんなお年頃なのね。クラスは違うげんけど、テニス部で同じで面白い人ねんよ。へえ、ほう。海、聞いていい？ん？濃いってこう、どういう、どんな感じ？うちの場合はよ、楽しい人やな、いいなと思っとるうちに、なんとなくめでおうようになっとってん。ほってそのうち会える思ったら、学校行くんも楽しみなってさ。友達に会いに来たふりしてクラスまで遊びに行ったり。はぁ、みつみちゃんにこんな話するん変な感じ。女がにいざ話せるとなると緊張してさ。何言うたら正解ねんろって考えすぎたり、逃げたなったり。会いたいのに逃げたい、話したいのに言葉に詰まる、なんて複雑な。いつか私も恋したとして、それが恋だって認識できるんだろうか。教室行ったらまこっちゃんとゆずちゃんに聞いてみよっと。そういやさ、今日配られるんじゃね。ちょうど2週間前だし。